はい、こんにちは。スクープオンサンバディです。今日はですね、ちょっとまあパッと見わかりますよね。オタマジャクシっていうのが、2匹いるんですけど、同じカエルですね。どうですかこれ。最近なんかペットショップね、あとネットなんかでもこれすごい多いですよね。大量発生したんですかね。ものすごくね、安く大量に売られてますよね。バジェットガエルですね、何度か出したんですけど、前も動画でね、泣くかどうかっていう動画出したんですけど、それのオタマジャクシですね。手と足がもうしっかり生えてるんで、あとはもう尻尾がなくなるだけって感じですね。で今日はね、こいつらに餌赤虫あげてみようと思います。はい、じゃあまずこいつ赤虫ちょっと垂らしてみますね。冷凍の赤虫なんですけど、どうかな。お、すごいお腹空いてましたね。これかなりもっともっと食べない。おお、すごいすごいすごい。うわ、ムーンウォークしてるよ。オタマジャクソンだねこれ。じゃあこっちもあげましょうか。さっきのやつが食うってことはやっぱこっちも食うよね。同じようにあげてるんでね。おお、すごい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 。びっくりしたのかな。ほら、食べろ食べろ。ちょっとびっくりしちゃったのかな。残ってるけどね、水汚れちゃうんでね、ちゃんと取んないと。食べるぐらいにしよう。どうかな。はい。おお、すごいすごいすごい。動いてないとね、ちょっと厳しいと思うんですけどね。なので、あんまり大量に入れて水汚れちゃうんで、まあ、変えるの簡単だからいいんですけど、おお、すごい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 。顔すごいね。でかいね、顔。すごいね。もう足んないでしょ。もうすごいすごいすごい、食べてる食べてる、めっちゃ食べてんじゃん。これはすごいよ。もうすごい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 。なんか透明だから見えるな、どこに行ってるかな。あ、口の中なのかな。こいつもちょっと手伝ってあげれば多分食べると思うんだね。ほら、食べたくてしょうがないな俺が。口の前に持っていくとちょっとこう、うん、食べた食べた、いいですね。はい。もう食べた食べた。いいじゃんいいじゃん。そんなに。どうですか。こいつまだ口に残っちゃってますね。まあ、これぐらいの量でちょうどいいですね。ちょっと残ったやつは、全部回収して、イモリとかね、ザリガニにあげちゃいます。ってことでね、尻尾がなくなったらね、また動画撮りたいと思いますので、今日はちょっとね、すごい短いですけど、オタマジャクソンのね動画になります。はい、バイバイーっと。